はい、今日はこの「モノタロウ」の回転計でですね、3D プリンターのファンの速度を測っていきたいと思います。これ測ろうと思った理由はですね、ファンの静音化ということでいろいろファンのおすすめがあるんですが、いろいろ回転数も違ったりするので、ただその回転数については特に、測ってる人も誰もいなかったので、測ってみたいと考えてます。で、測るにはですね、この反射板ですね、これをファンに取り付ける必要があります。ちょっと狭いので心配したんですが、たまたまうまいところにくっつけることができましたので、これで測っていきたいと思います。大体静音ファンと言われているもので4500とか3700とかという回転数なんですが、元からついてるファンは 6000rpm という噂もあったりして、実際に測っていきたいと思います。測り始めましたが、だいたい 90rps、 rpm で測ればよかったですが、だいたい 5400rpm ですね、というのが正しい値のようです。なので静音ファンと言われているものはちょっと回転数が足りないかもしれないです。流量についてはちょっとよく分からなかったんですが、交換される方は気をつけた方がいいかと思います。はい、今日は以上です。